てる来てる来てる。おーわーいまいち。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとママとママです。千足道具動隊よろしくお願いします。家族みんな楽しく見てね。はいはい、ロックロック、海の上からロック。なんと今日は佐賀県まで来ております。イエーイ。そして佐賀といえば、はい、言えばじゃーん、おはようございます。準備中、釣り岡でショーの皆さんでーす。今日はコラボです。よろしくお願いします。というわけでですね、今日は対決を。対決負けるでしょ。多勢に無勢でいこうかなと思って、人数うち多いから。グローブ釣り岡でショーさんチームと今治りチーム、どっちが大きい魚が釣れるか対決。はい、うちはもうほぼ釣りは素人なんだけど、人数で勝負しようかなと思って。釣り岡さんは今日は何人釣りされますか？2人。ほらほらほら、プロの2人で。ちょっと頑張っていこうよ。ビギナーズラックでさ、この間の沖縄でもめっちゃ釣れたから、ちょっとその沖縄で釣った大きさこのぐらいでしょうか。そのうちこんぐらいの大きさで釣ってんの。釣った釣った。じゃあおーちゃんに期待するわ。はい、じゃあ頑張りましょう。イエーイ。森尾くんが今から教えてくれます。はい、はい、お願いします。ここのカゴにこんな扉があります。おお、なんだこの仕掛け。ここのエビを。エビ、エビ、これエビなんです。ちっちゃい。って聞こえた気がする。ラティワンっぽいな。ラティワンっぽいな。これを詰め込みます。わあ、はい。カチッと締めます。おお、はい。で、手洗う。もういるんだ。触っちゃったんだ。このまま離してもらって、ブラーンって。はい。で、これをカチッとこう上げると、糸が出ていきます。このまま。おお。で、竿をちょっと下げてもらって、ずるーっと。はいはいはい。落としてもらって。海底まで落ちると、この糸が止まるので。意外と深いか。深いですね。深い。本当深いですね。深いです。びっくりする。めちゃくちゃ深いね。で、止まった。止まった。一番下まで落ちました。はい。で、そしたらこれをカチンと戻してもらって、ゆっくりスーッと上げてもらって、落とす。はははは。誘ってるんですね。はい。で、これで、あの、カゴの中の餌を。あー、ばらまえて。で、餌を。それないよ。よかったらもう、もう釣れてます。餌がボワーってなってるところに来ました。早い。来たら上に竿をこう、はい、もらって合わせですね、うん、あ、なるほど。ゆっくり巻いてください。はいはい。どうしてこれが今日これが、ね、これが釣れたら釣り岡さんの方の記録。ごひがいかかったらね、説明するって先手取られた。いや、いい型っぽい。おー、いいサイズ、いいサイズ。おー、でかい。うわで、あー、すごい。おー、ここを持ちます、まだ。はい、なるほど。下を持つ。こんな感じで釣れます。はい、はい、釣れたら近くの大人を頼ってください。はい。早速やってみましょう。やりましょう。ね、いいですよ、やって。うん、この朝一の時間、一発行きましょうね。一発行こうぜ。朝一の時間しか釣れなかったりもするんで。あー、お魚の朝ごはんの時間かな。じゃあ、あ、はい、そう、はい、はい、一回手で洗う。あ、いいね、あ、いいね、両手。ちょっと下ろして、カチン。あ、止まった、止まった。はい、で、ちょっと、お、あ、もう釣れてるかも。え、巻いてみて、ちょっとゆっくり。で、あ、釣れてる。早っ。大きそう。頑張れ、待って。頑張れ、頑張れ。こいつ釣ってるか。ゆっくり巻いて。あれ、あれ、
いや、ついてる。あ、でもまだ、あ、ついてるんじゃない？まだ、あ、いけるいけるいける、まだいける。おー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 、すごい気が強くない？まさか。お、さすが。ちょっとさすが。さすが。あ、来た来た来た。あ、でかっ。おー、でかいでかい。店釣りの女王。ね、さすが。お、2匹。お、2匹。おー、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 すごい。はい。あ、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 あれあれあれ横取りされた失礼しました。イエーイ。じゃあ、おーちゃんやって、やってみる？狙ってるでしょ、おーちゃん、大物。よし、おお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 お、帰ってきた。おお。あ、かかってる。おお、おお、来て来てる来てる。すごい。ゆっくりでいいって、焦んなくていいって。あ、このサイズめちゃくちゃいいじゃん。おお、おお。はい。おお。焦ってる焦ってる、おちゃん。怖い。はい、シャチ。あ、そうだ。はい、イエーイ、釣れた。怖い怖い怖い。お誕生日や記念日などにぴったりのひまわりチャンネルケーキ発売中。ひまわりガールズのイラストがとっても可愛いよ。詳細は概要欄を見てね。すごい楽しいね。楽しい。そう、動画回してね、十何分ぐらいだよ、もうこれは癖になっちゃうね。ね、まーちゃんだって喋んないもんだって、楽しすぎて。そうですね、ちょっと家族旅行で釣りに。めっちゃ楽しいよ、これ。めっちゃ楽しい。よかったよかった。どうでしょうか。なんかもう来てる気がするけど。え、本当？もう来たんじゃない？え、これ来たんじゃない？お、すごい。え、おーちゃん、すごいすごい。早っ。ゆっくりしてる。でも重いよ。ああ、引っかかってる。引っかかってる。引っかかってる。ああ。作戦勝ちやね。500円。罰金？そっちとか、そう。うん。手の方が釣れるらしい。うん。あ、来た？来た？お茶来た？すごっ！おー！釣れたー！いいー！怖い！怖い！そのまま行くの？そのまま。怖い。お、プロピー、一人で寂しいな。あら、お兄さんたちは、何、過去？見せや、早く釣れや。ピロピロ、これ2投目？2投目。カラスのカーめっちゃ似合ってるよ。来た。大物大物。おい。え、すごくない？重いんだけど。めっちゃ重い。めっちゃ重いの来てんじゃない？頑張れ頑張れ。肩。ゆっくりよ。どうだよ、オプション。タイだ。すごい。マジか。おー、すごい。
重いと思う。やったー、すごい。しかもこれ鯛めしにいいサイズや。いや綺麗、めちゃくちゃ綺麗、よかったね、めちゃ綺麗。カメラ3台3台おお、ギュッと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 、で逆光だからこっち初タイ、いいね、すごい、初タイ、やばいやばい、ちょっとピロピ釣れたのになんかしょぼいんだけど、釣れたって言うのかな、サバもいる、こんな短時間ね、感じらんね、すごい、釣れました、いいえ、これタイ釣れた人が勝ち、ピロピの釣れた、これは誰も飛んでない、誰も、俺が釣れた瞬間にタイ釣れてんだもん、誰も来ないわ、それはそう、なんか大物狙ってコソコソしてないですか、釣れたら超高級魚が釣れた、何狙った、あ、クエ、クエ、釣れてる、ちっちゃい、おー、豆アジ、気分豆アジ来たよ、イエーイ、あー、これはね、うちが嬉しいよ、一応泳がせて、あ、まだ落ちた、あ、なるほど、あ、なんかやってるの見ました、買い取られちゃう、買い取られちゃう、ありがとうございます、根がかりしやすいから気をつけてください、はい、よし、ゲットだぜ。いやでも一応勝負なんですけど、なんか余裕ですか、やっぱり、あ、余裕ですね、余裕ですか、あみんなあんまり なかなか釣りしないなと思って、なっパパあんま釣りの才能ないかもね、でも見てたら上手ですよ、本当ですか、あーそうなんだ、じゃあチャンネル解説しよう、釣りチャンネル、え、なんかでっかいのが釣れたらしい、あ、抜けちゃった、すいませんだ、惜しかったっす、いやでも狙っていく感じですか、この後狙いますよ、おー、やばいやばいやばい、数にしておけばよかったお、久々の当たり、大きそう、おお、あ、立派立派、あーあーあー、でっかかった今の、いやでも釣れる、大丈夫、餌ばらまいて、うんうん、今だ今だ、え、あーちょっと待ってくださいよ、ここ、うわ、でかっ、うわ、でかい、やったー、ちょ、これを超えられないな、すいません、うわこいつやね、さっきから、でかいよ、やってみる、これやってみる、まーちゃん、試してみてもいい、試してみる、見てみて、さっき釣ったアジを泳がせて、はい、味をあいつが食べる、そう、練習練習練習、ギュースとなりました、あーそうそういい、ね、それでいい、それでいい、結構力いっぱいやっていいよ、はい、まー、あ、ちゃんこのチャンスをゲットして、え、あのでかいの釣るの、でかいの釣って このチャンスをゲットしないとうちは勝てない、うん、私たちのものにします頑張ってください、頑張ってまーちゃん、頑張ってビギナーズラック、みんなを驚かせようぜ、うん、でっかいの、うん、でっかいの入れてから多分5分ぐらいです、そう、大物狙ってんの、やっぱりうちもシーバス狙っていかないと絶対勝てないから、1メーター釣ろうやばいな、言うだけはただだから、食った？魚影？行ってくる？この瞬間に
陽来さんが釣ってで手柄を横取りされるっていう。じゃあ釣るぞ。お広め、うわすごい。これは数のうちに入るの？やったでっかい、そんな取り方でいいんですかとか。うわすごい。出たやつらなんで新鮮ですね。本当でかいね。でっかい。はい、どうぞ。すごいね。食べてください。はい、いただきます。食べれる？食べない。残念だけどね。残念。これ月4000円ぐらいするらしい。やばい。ブランド、ブランド味。おいしい。持ってきて。腹側がうまいですよね。腹身の方、多分脂が乗ってる。わからないな、お子ちゃま。一番いいところ。一番いいところ。二枚目いくの？大人の力。うん。うまっ。だだ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 。今度釣ったら美味しいよね。あ、すごい。え？甘い。味が。味がしっかりしてるよ、花味の味が味のことかけてみたいな。あんまキムが作ったヒラメ。おぉ、いや、すごい身が分厚かったよ。すごかった。甘い深いね。九州の醤油なんで甘い。よし、はい、甘い醤油。おぉ、なんか一切れがめっちゃ大きかったんだけど。ヒラメ食べた？うん、いただきます。食べ、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 うまい。うん、うわー、おいしい。ヒラメのお刺身とかね、なかなか食べれるもんじゃないんじゃないの。なんか煮付けで食べるばっかりだから。あ、確かに。うん、贅沢すぎでしょ。うわ、ええー、それいく？アジヒラメ。アジヒラメ。新しい魚かな。ヒラメ美味しいぐらいしかないじゃん。いいね。甘いとかさ。何した方がいい？ね、後悔するかもよ。あ、なんか癖とかは全然ないよ。そうそうそう。そうそう。どんな味なのか教えてよ。どんな味？難しいな。ヒラメ美味しいぐらいしかないじゃん。いいね。甘いとかさ。食レポに不満があります。ダメ出しが入りました。いや、おーちゃんいっぱいつけて。お、広め。どう？醤油つけすぎで朝から何時分かる。うまい。いまいち。厳しい厳しい。うん、すごい立派。ひれ。ひれ。いただきます。いっちゃってください。いい音。おいしい。味濃い。どうぞどうぞ。笑っちゃった。いただきます。はい。すごい味がしっかりしてる。あ、ぜひぜひいただきます。うま。味濃いよね。うん。まあ、ちゃんは？うん。頑張ってやってみる？食べてみる。食べてみ、ほんと、おいしいのはね、もうほんまうまいから。ポン酢持っていきましょうか。あ、味もしっかりしてるし。ポン酢のレモンとか。あ、全然大丈夫。あ、初心者セットが。レモンいいな。よかったね。じゃあ、いただきます。はい。熱いからね。熱い。
あ、美味しい。美味しい。克服した。さっきの美味しさを知った。うまいもの、うまいやつ食べたらね。やばいですね。これからは。覚えたね。噛まなきゃいけなくなっちゃう。あら、これは覚えたら。あ、美味しい、めっちゃ。あ、よかった。来たね。全く覚えさせてしまった。これは美味しい。全然生臭くなくて、うん、美味しいでしょ。あ、おーちゃんもいた。あ、おーちゃんも頑張るかな。いやー、最初がこんなにいいか。うん、そこそこ結構いたね。なんかホタテみたいな感じ。ホタテ、お、ズーム、お、いった。さっきいまいちだったからね。おー、美味しい、いただきました。美味しい。おーちゃん、おーちゃん、本格的に釣りやらせてもらってどうだった？めっちゃ楽しかった。うん、時間とか、うん、そういう関係もあるから、なかなかね、最後の方釣れなくなっちゃったけど、うんうんうん、でもね、めっちゃ楽しかった。はい、すごかったシーバス見れて嬉しかったし、でっかいヒラメ、うん、ヒラメも美味しかったです。映像なかったんだけどね。うん、じゃあ釣り岡の皆さんにお礼言いましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。まだね、なんか、うん、そうですよ、福島にも来てくれるそうで、うん、はい、行きます。ワカサギ釣り氷に穴開けて。あ、いいね。めっちゃ面白い。その時は釣ろうね。今日釣れてないの。まあ釣れてないけど。いや、ありがとうございました。あの、釣岡さんのチャンネルの方でもコラボ動画上がってるので、ぜひぜひ見てください。グッドボタン押してね。チェンタクもよろしくお願いします。日本一緒に皆さん、チェックしてください。負けたー。釣れるんじゃないね。食べたのがこう心に残ったんだね、一番。次もひまちゃんの動画を見てね。また会いましょう。釣り岡でしょうさんの動画を見てね。見てね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。